はい、後半の実験ですが、前半の実験の、まあ、続きというか拡張をやります。で今あの映っているのは前半にやった、RGB 赤 R ね、レッド G グリーンね、 B ブルー RGB の LED を、まあ、個別に点灯させているプログラムです。で、この場合、まあ、あのアルディーノの出力ピンを3つ使ってあげて、まあ、ここでは9番、10番、11番、9番に赤、10番に青、11番に緑をつないで、それでまあ共通の滑走度は13番ピンですね、13番ピンに、まあ、グランドというマイナスをつないでいると、まああのプログラムによって個々の足に選択されたものの出力、まあ、すなわち例えばですけれども9番ピンに255っていう数字を入れてあげればその9番ピンが赤になっていますから赤が光るし、255をゼロにしてあげれば消えるということは皆さんも学んだ通りだというふうに思います。それで、その先の実験に、今度はですね、2色ずつ足していってみましょうといういわゆるシアンマゼンダイエローですねが、を再生してみましょうというのがあるので、まあ、そのプログラムを組んでくださいというのが最初です。でこれはもうあの前半のオプションにもしてあったので、まあ、一部ご提出していただいた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、後半の実験の位置づけにしてあります。もうやったっていう方は、そのままで結構です。もうやりましたというふうに記載しておけば、あの前半の方でもう書きましたと言っていただければ結構です。でやってみましょう。プログラムのことは、別途皆さんの方で考えていただきますので、もうすでに、書いてあるプログラムをコンパイルします。ここのところで、コンパイルして、書き込むのを今動作で示します。いきます。どうぞ。今コンパイル中になっています。で今、終わって、マイコンボートへの書き込みです。でそうすると今グリーン、ブルー、レッド、シアン、マゼンタ、イエローでホワイトです。ただですね、見ていただくと分かるんですけれども、ちょっとですね、LED って点発光の光源なので、LED の中の色味がちょっと2色3色に見えちゃう。特に白がですね、あんまり白っぽく見えないんですね。ちょっとこれで測定器にかけると、見づらいので、まあ、拡散板って言って少しこう光を混ぜてくれるような、まあ、すりガラスみたいなものですねをちょっとここで入れてから、スペクトルの方に測りたいと思います。まあ、まずは、これで、プログラムである実行ができましたよねということだから、2色混ぜる組み合わせが1つ、ごめんなさい、3つね、シアン、マゼン、ダイエローね、だから3色混ぜるものが、まあ、ホワイトと理論上はなりますので、まあ、その話をさせていただきました。1回これで動画止めます。